ロックマンイレブン運命の歯車4回目。前回はブラストマンを撃破して、さあ今回どうしようかって考えてきたんだけど、前回爆弾ゲットしたじゃないですか。ラバーマン、ラバーってあれだよね、風船、あのゴムだよね。爆弾にしろ、パイルのあの突き刺しにしろ、ブロックで押しつぶすにしろ、何かしら弱点持ってそうなんだよな。これね、ステージ見るにアシットマンが海、ここが雷、火、氷って感じだと思うんだよ。だからとりあえず属性もよくわからんラバーマンに行くのがいいんじゃないかと思った。行ってみよう。その最初から言ってる通り、見た目がギャラクシーマンっぽいからやだラバーマン、ギャラクシーマンさ、ボスも強いんだけど、道中のパシュ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 ンがすげえ嫌だったんだよ。あ、何この BGM、 なんか面白い BGM 流れてるね。え、あ、何これ、あ、あれ、あ、何これ、あ、動けない、あれ、ピョン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 、何これ、なんか面白いかも、ここなんかさ、セブンだっけ、あった、あ、これあったよね、セブン、ボヨヨンパラダイスだよね、これあ、これちょっとジャンプのタイミングむずいよ、これなんか癖ある、ひっ、あー、あ、え、あ、あ、え、おおすげえ、何今の面白い何今の、すげえよかった。あ、もしかしてこれってこういうこと、あー、おおこれいいね、ボイロンパラダイス、風船か、おお、気持ちいいちょっとジャンプのタイミングが難しいけど、え、なんだあの手、え、手、ちょ待って待って、ちょ待って待って、なんだあれ、え、お、あ、3、あ、まさかまさか、おお、なるほど、なるほどね、こうやって、面白いねこれ、へえ、ここを打って、え、ちょっと待てよ、こう、あれ違う、手を打つのか、で、こう、2、1でジャンプしないとダメか、これ、あれ、もういいよ、ラッシュでもうラッシュでいいよ、あ、なんだお前らなんかロックマンじゃないみたい、かわいい、カービィっぽさあるね、まあ、カービィこんなボコボコのやつ出てこない、これもまたこれか、腕だな、ちょっと待って、あ、なるほどな、わかったわかった、つって結構食らっちゃってんな、やべ、おおうわー、気持ちいいねこれ、あ、でもちょっと体力がやばい、あ、あ、な、な、待って、ネジが落ちてんだよ、しまった、あー、しまった、あー、しまった、あー、ちょこれむよいしょ、ちょっとここで感覚になれよう、1ボヨヨンで、こっち行って、あのワンアップ欲しいな、ボヨヨン、このワンアップってどうやって飛んだ、あ、わかったぞ、あれだきっと、あのパイルだ、あ、いや待てよ、違うか、あ、違うな、ん、ちょっと待って、試したい、あ、やばいやばいやばい、ポン、お、右に行くのはとりあえずいいのか、
あれなんだよ、なんだよ、めんどくさくなってきちゃった。あれあれ、鬱陶しいぞさっきまで楽しかったのに、あれ鬱陶しいぞこれでさ。いや違うな、上行って左にポヨンからのパ、ポヨンからのパイルかな。いやでもこれさ、あ、わかった。あ、あ、ちょちょちょ、これいちいち下落ちんなよ。この腕バッシンを使わずに、よいしょ、とりあえずこっち行くでしょ。青い手を打ったらすぐに、いやダメだな、でもダースあるな。いや無理だ、ちょっとわからんわ。あれ次行こう、もういいや。バシーン、おーよよよよよよよ、スピード気持ち悪いこいつなんかブツブツが気持ち悪い。ちょ、やだな、なんか可愛くねえな。よく見たら口周りとかすんげえ気持ち悪いし、こいつ。うん、ボヨンボヨン。ねえ、なんだ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 、これはなんだなんだ。ちょっとこのロケットを破壊したい。ブロックだ、もう一発。よし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 、あれ、あ、いけない。あー、ここ無限に湧いてくるのね。じゃあ、よいしょ。あー、めんど、あ、これめんどくせえいや、あれさっきまで楽しかったのに。あ、体力なかった。あらら、何かしらこれ。いやね、トントントン、よし。あ、ネジ欲しいな、つっても取れない。これはもうビヨーン、これでもいいなこんなのはさ、あれ、ちょっと待って、なんで、あれ今どうやってやったんだ。なんかサクッと切り替えられ、ああ、ああ、あれ、ミヨーン、よいしょ。はい、これ風船壊さないとダメなんだよね、きっとね。よいしょよいしょ、あ、これこれだけ欲しい。うわあ、ひひ、ポン、よし、いいね。んで、あ、こいつ打ちまくっちゃえば気持ち悪い絶妙に気持ち悪い見た目してんね。よいしょ、ここ曲いいな、なんかかわいい。でこのエリア来ましたね。くそ、ぽよよんぽよよん、やだな。そっか、スピードギアもっと使っていった方が。くそ、待って、うわー、もうわけわからなくなっちゃった。あ、これ風船って当たりあるんだ、当たり判定というかダメージ食らうんだこれ。あ、あ、そうだね、ちゃんと破壊していかんと。うん、ああ、ダメか、ああ、これ嫌なステージかも。
風船に当たって死ぬもう、あら、なにこれ、ちょっと慣れるまで嫌かも、これポンポン、はあ、ここはネジ何強化していくべきか。あ、でもガードアップだよな普通に。ビョーン、ガードアップ買って、あれ俺前回買わなかったっけ。あ、買ってんだ俺前回ガードアップ。あ、でもネジ160個しかないよ。他の場所に比べてちょっとあんまり溜まりづらい気がする。普通にワンアップ買っていくか。これはよいしょ。あ、吸ってたらネジ、あ、ネジ、ネジ欲しいんだよ、ネジ欲しい、ネジ欲しい、ネジ、ネジ、ネジ、よし、ひひひひ、ちょっとやめて、ちょっと、もうぴょんと、はい、セブンのあのボヨヨンを嫌にした感じだね、なんか。うん、ほほほ、あれ、ほんでここだろう。よいしょ、なんか変に斜めに行っちゃうの気をつけた方がいいな。あとこの風船、風船、風船どうしよう。ちょっとこれブロック、あー、ちょちょ、ブロック、割れたかな、ちょっと。ちょ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 、待って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 、よいしょ、なんだこれ、なんか本来のロックマンのうまさとはまた別のところを求めてくる嫌さ。いやいや、これこれさ、よし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 、もうちょい、ここ、うわなんだよ、なんだよ今の。風船が思いのほか嫌だ。しかもそっか、小玉じゃ倒れねえのか、あいつ。よし、行っちゃおう行っちゃおう。あ、はめちゃえば、あ、やったネジだ、やったやった、いいねいいねいいね、はめちゃえばね。あー、でここなー、ここさー、待って、まずあっちのここだな。よし、バスターをぶっ壊した。あ、あああ、いや、あれあれあれ、これでもそうだよな、順番に1個ずつ、こういうことよね、こういうことよね、やったー。うわ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 、なに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 、ここはなになに、あ、トン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 、おお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 あ、あ、おっだ、むずーあ、そう、中間も行ってないよね、これやばいわ。ほら、やっぱギャラクシーマンに似てるから嫌なやつじゃん。うわ、もうこれ、あー、集めたネジを使っていろいろなアイテム、ワンアップぐらいかな。そうだな、落ちるとこもないしトゲもないから、それか、あ、いや、ないのか、ネジが。
分かった、じゃあワンアップゴリ押しでいくわ。よし、6機もう1個、7機、この7ターンで決めよう。なんで最初からガードアップを使っていきましょう。結構食らうなここ、変な方に行くからさ。よし、あとはなるべくブロック使えるところは使った方がいいな。お、ネジだ。で落ちる、ビヨーンと、おい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 、お、あ、なんだあれ、風船狙えば一撃なのか。あ、そうかそうか。よいしょ、いいよいいよ、バシン。すごい、でもギミックだなこれは。くんな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 。あ、ワンアップ出た、やーり、ラッキー、嬉しい。敵倒してワンアップ出たの初めてかもしんない。それぐらい今回ワンアップ出ない。ちょっとあれ、上にいんのうざいんで、ほら出てきたらドン。よし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 、あー、ただ風船浮いてるぞと。あ、間違えた。よし、トン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 、お、いいんじゃない。あ、お前お前、うーん、あのワンアップって本当どうやって取るのが正解なんだろう。ラッシュジェットじゃねえのかな。ジェットまだゲットできてないですからね。よし、いっちゃおうか。あー、で問題のここ、あ、ルーレットだ、ルーレット、なんだ、何がゲットできたんだ今。よっしゃ、もう一発、あれ当たってない。ここ嫌だな。ハマってるハマってる。あー、でもスピード、そうね、スピード使って、あー届かないな、くそ。そうな、スピード大事だな。あ、でもいいよ、あ、いいよ、おいしょー、完璧やん。この上のやつをちょっとまずブロックで殺す。で、俺さ、トン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 、うっうっ、くそ、あ、でも画面切り替わっても、あ、画面切り替わっても死んでてくれる。あ、これだろ、え、あー、違う違う、よし、よしね。でこうよね、あれあれ、トト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 、スピード様様、よっしゃ、ふう、あ、ないないない、
回復がいっぱいある。よいしょよいしょ、上行きたいね。あ、ネジ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 、上に行くには、あー分かったぞ。こうして、あれ、いや普通に行けるか、あれ、いや普通に、うん、あ、いや、あれ違うな。トントン、あれ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 、どうやって飛んだ。あ、わかった、ここでラッシュよ。完璧で、中ボスか。おお、やっとやっと中間エリア。ちょっ、あ、ここ乗んないとダメなのね。よいしょ、いやー、これは大変だわ。どんと、あれもう感覚がわからん。トン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 、よしよしよし、さあ中ボス、何が出る。カエルが出た、カエル、かわいい。おお、何それ何それ、やめてやめて、怖怖。どこ狙いんだよお前、どこ狙いんだよ。ああ、いいね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 、あ、いいね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 、口か、口だ。あ、何、あ、お前か、お前か本体。あ、いや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 、あれ、おお、倒した。カエル可愛かったね。なんかロックマンの敵にしてはなんか珍しいビジュアルというか。おお、ここもじゃあ死んでくれ、あれ死んでくれ、あれ、あ、ダメなんだ、上からだから。これ使ってみようかな、爆弾。え？ああ、向こうの敵には行ったな。いや、難しい。あ、ついた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 。おお、いいかも。で、これどっち行きゃいいんだろう。え？どっち行こう。え？ポン。で、落ちちゃダメなのか。そうか、ここ落ちちゃダメなのか。やば。ほっ、怖っ、うわっ、これいい、うーっと、はあ、やめて、狙い撃ちやめて。よし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 、うわー、これ怖いな。こいつは出るだろう絶対。次次次次、よいしょ、またお前か。お前に飲んの結構勇気いるんだよ。よいしょ、な、飛ばして飛ばして、何何何何何何、え、あー、なんだそれ、ふざんな、うわ、罠か、うわ、クソ、やられた、これはやられた、だんだん飛ばし、いやー、あれだめ、そうか、早くささっと行けってことなのな。なんだ、てっきりあれで飛ばしてくれんだと思った。今の腹立ったな。よいしょ、またうまい具合にこのパントマイムおじさんがね。よいしょ、あ、いいね、スピード、こっくるだろ、ここくるだろ、ほっ、おー、怖え、上に行って、倒して、あ、大ネジ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 、ほっ、よっしゃー、で、もうすぐに右行けってことだな。よし、行け行け、くっくっくっ、ちょっと、あいつ倒したい、あいつ倒したい、よし、
ちょっとギア回復、あ、回復してんな。ほっ、うっと、じゃあしゃ、はあ、ああ、お前か、お前か、お前か、わあ、もう持ってちゃったよ。あれ、これ、あ、ここ気持ちいい、あ、ここ挟み撃ちできんの気持ちいい。ああ、なんかここも、もうこれなんだよこの手のご利用し。あれでもこれ普通に別にさ、ラプシュコイルでよくねえか。だよね。だと思うぞ。うっ。ちょっと待って。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。あれあれ、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。ラッシュ。オッケー。またこんな感じか。もう。あ、風船くんがいるのね。回復。よいしょ。よいしょ。この愉快な BGM と。この見た目に反して凶暴ですよこのステージなかなか恐ろしいですよこれ。あー、なんだなんだ、あーだ、なんだこれは。どうしよう、上にいるやつを倒すか。違う違う、入ってる。あ、はい、倒した倒した。こう、え、あれ、うん、こっちだな、こっちからだな。トン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 。普通にバスターの方がいいのか。うーん。お、いいね。あ、いい感、いい感。いい感取りたいけど、あれ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 、な。あれ、これどうすりゃいいの。あ、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 戻ってっちゃった結局。進み方すらわからんぞ。トン、あ、で、E 缶がここな。トントントンと、あ、あ、取れそうで、取れそうで取れない。え、ちょ、やったー、 E 缶5つやった。これはでかいぞ。あ、まだ降りちゃった。いや普通にむずい。あ、いや、ラッシュジェット、あ、ラッシュコイルで、あの黄色まで、あれ無理か、あ、無理か。うーん、よし、で向こうに行きたいから、ああ、いや、まあ今行けた、今行けたのに降りちゃったよ。なんかね、ついね、前に行っちゃうんだよね。焦ってんだろうね。気の弱さが出てる。本当だから前も言ったけど、メンタルなんだよ。ロックマンに大事なのって、アクションゲームの上手さじゃなくて、上手さも大事だけど、それ以上にメンタルだよ、本人の。絶対そうだと思う。すごい精神面がね、出ると思うよ。お。あれ無理だな。いや本当に難しいよこれ。トントントン、うんうん、ああ何してんだよ、何してんだよ。ああ、まだ降りちゃった。トン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 、ほほほほほ、あのね、バツボタン、ジャンプボタンを押したり押さなかったりで、この感覚を。あー、くそ、ほっほっ、よし、こうだろ。あれ、もっとギリじゃんってことか。おい、あー、こうな。あ、あれ使う？
入る。ダメ、あっ、おお、今ブロックぶっ壊しちゃったのと思った。でもパイルよかった。いやダメか。あダメだな。何これ、敵が強いとかじゃない、ジャンプが、あ、いやー違う、最後のところで、だから最後のところでピョンっていかないといけないのか。伝わるこれ伝わってる、この難しさ、伝わりづらい難しさを。あー違うなー、沼だこれ、やだやだ、こんなところで。よしよしよし、あ、よしよしよし、で、よっしゃー、いった、全クリ気持ちは全クリ。あ、ボス、ボス、いや、中ボスか。ちょっと待って、でもあれ欲しいぞ。お、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 ど、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 ちくそ、やば、これやば、やば、抜け出せない、抜け出せない、抜け出せない、やば、よっしゃ、頭いい。中ボスか。ちょっと お水飲まして。ふう、もう30分経っちゃったよ。あ、でも今んとこ死んでないのかな。で、いい感じ5つもあるし、なんだったら途中使っちゃおう。もうここまで来たよね。あそこさっきのとこ、あ、またお前、もうやりたくない。なんだこれさ、スライディングできないから。あ、わかった、ベロか、わかった。さらに上、こういうことな。ああ、え、あ、やめて、食べないで、ね、おお、ちょ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 、お前だろ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 、よよ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 しやー、いった。カエル君結構倒しやすいかもしんない。よし、ラスト中間来たかな。もうこれ、あ、でもいいのか、ピンクに乗って右飛ばされて、頼むよ、裏切るなよ、裏切るなよ、よし、でこうね、裏切るなよ、裏切るなよ、怖っ、よし、バッチリ。うん、夜になってきたね、グラフィック綺麗だね。うわー、もうまたこの感じ、ちょっともう、あんのはもう、あ、下からいけないのか、下からちょっと攻めてみるか。あ、いや無理だな、こういう感じだ。ここからね、出てきてんのね。なっ、上、え、上ってなんだよ。いや、いや、うおお、よし、うっと、こわ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 、うおお、息止まる、ほんとスピードギア息止まる、肺に悪いあ、待って、向こうにいいんぞ、あいつ倒しちゃいたいな。あ、ブロック、あ、爆弾、ほら、え、おお、自分で、あ、違う違う、あ、あ、で、あ、いいね、パワーギアで爆発ドーン。あーた、いやでも倒せてないな、消費も激しいのな、なるほどな、行くか普通に、ヒヒヒ、怖っ、ちょっと怖いから、スピードあーっと、とっとっと、ふぅ、息止まる、
だ。これ風船やめろって。あぶね。あ、やって何に？これまた上から落ちてきてビヨンか。え？上？あ、上、矢印上。ああ、やば、あ、本当だ、このままじゃだ。使っちゃうか。もうとりあえずボスまで行っちゃいたいから、このままちょっと使おう使おう使おう。いい感使って全回復。これさ、爆弾で倒せない？こいつ。やったやった爆弾だわ。あ、待て待て待て、なんか嫌なのがまた上にいんな。うほっ、お、どっちだ。え、あ、え、こっちでいいのか。こっちでいいのか。ほいほい。あー、これで下降りてビヨンな。だよな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 。あ、うー、あ、あー、なるほど、今一回ここに突っかっちゃったからってこと。そういうことか。あー、ポン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 。あー、危ねえ。あ、倒しといてよかった。よしよしあれ、これなんかやっぱめんどいぞこれボヨヨン面白い気がしていたけど、やっぱつらいな。ボヨヨンセブンのボヨヨンも同じ感想を抱いていた気がする。最初めちゃくちゃ面白いんだよね。最初めちゃくちゃ面白いんだけど、だんだん鬱陶しくなってくるっていう。結局自由に動かせないからさ。うん、よしよしよし。スピードギア、スピード様様で、ここちょっと注意なんだな。ここだな、こうだな。なーしゃ、オッケー。下降りてみようか。ん、降りていいのか。あれ、降りていいのか。これは、お、あー、またここ。あーあーあー、そうか、結局だからあの上行くしかないってことか。回復。お前やだ、お前やだ。あ、やめて。あれ、ここ。あら、ここラッシュ？もよもよもよ。え、戻れなくなっちゃったよ。ん、いや、こっちからは無理だもんな。いけんのか。ぴょん。あれ、やべえ、降りてこなきゃよかったよ。いいね。スピードギア様様、なんかどんな時もスピードギアは使いやすい。よし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 、戻ってきた。で、こういうことか。あ、おお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 、ふっさ、違う違う、ちょちょほっ、おお、来たー、怖っ。よいしょ、さすがに。でもそろそろボスじゃない。あ、ボスだ、着いた。よしよしよし、このままちょっと、あ、ネジ、ふう、着いたー、よかったー。
多分爆弾、あでもちょっと使っちゃってんのか、 W 感1個ある。爆弾かパイルが効くとは思うんだよ。でも今ちょっと体力がないんで、とりあえず様子見1回行ってみましょう。7機もある。さあラバーマン可愛い声が可愛い。どんな感じ、どんな感じ、どんな、よーっと、やっぱ可愛い。あー跳ねる跳ねる、やだね。おお、なるほどな。声が可愛いんだけど、何ラバーマン。ちょっとじゃあ爆弾からいってみるか、聞くかな。ラバーマン、ああかわいい。いや違う違う違う、どう、効いてるか、効いてる、あれ効いてるけど弱点の感じではねえな。あいいね、これ当てやすいね。ちょっと他の使ってみよう。ブロック、あやばい、あちょっと待って、いかんいかんいかん、もうここでいこう、ここでいこう。ブロックどう、あブロック、あれいや入るけどって感じだな。これか、風船を割る、これだあすげえ一気に倒せた、まややや、すごい弱点こんな効くんだ、すげえ今の気持ちかった、やったー倒せたー。おーラ、覚えておこう、これボスラッシュの時超大事、ラバーマンはパイルで突き刺し。うん、なんかでも弱点アイテムがあったからっていうのもあるけど、ボスよりやっぱりステージが嫌だったなあでもなんとか今回も1時間以内にできたよ。バルーンボール、あーこんなアルカノイド的なやつ使ってみよう。あ何、上攻撃プラス下、あー本当だ、結構自由に、これさこれワイリーカプセルじゃない、ワイリーカプセルって結構専用の武器じゃないと当たらない、こういう当てづらいやつが。パワーギア中はなんだ、おーすげーすげー気持ちいい。なんか今回の今作のボスアイテムかなりなんかいい武器が多いですね、今のところ割と全部使いやすいような気がする。お、ストーリーが進んだ。どうしたんですか博士。そっか半分倒したから。ダブルギアシステム、もう何十年も前の話だ。あの日の出来事が私とライリーの長いといる文字通り歯車を狂わせたのかもしれない。ロールちゃん可愛い。当時大学生だった私たちはそれぞれのやり方でロボットが人間のパートナーとなり共存できる社会を作るため日々研究に情熱を注ぐ同志だった。うん、若ライト博士いいよな、男前だ。初めてロボットは人間の真のパートナーとなりうるのです。それはどうかな、たとえ心を持ったとえロボットは人間の道具に過ぎない。ロボットの心問題ね。目にも止まらぬスピード、到底人の及ばぬ脅威の力を誇示してこそロボットは人々から慕われ認められる存在になる。それがダブルギアシステムか。私が提案するダブルギアシステム、これを組み込めば全てのロボットがヒーローとなるのだ。しかし私はワイリーの研究に断固として。ロールちゃんの、ロールちゃんのイラスト CG も見せてくれ。今んとこおっさんの CG しか見てないぞ。大きな負担をかけてしまうだけでなく悪用された場合人類の脅威になる可能性があったからだ。
そしてあの日の会議でワイリーの研究は凍結され、うん、私の研究が進められることとなった。それ以来だ、ワイリーの思想が過激さを増し始めた。あ、そこからなんだ。皮肉なものだな。ライトとトロールじゃん。ワイリーの才能が暴走するのを恐れ必死で、そこから10回も世界征服しようとしてるって何なんだよ。加速させることになってしまったのだ。11回目だよ今回で。もうそんなことがあったんですね。あの日ただ反対するだけでなく、ロックマンの声今回可愛らしいですよね。なんか割と違和感なくなってきた。ロックちゃんなんだよね今回割と。共に歩む道、エイトの声優さんも良かったけどね。正しく使えば人々を守る力になる。あ、ごめん、ちょっと名前忘れちゃった。折笠愛さんだ。正しく使うには正しい心が必要なのだ。ワイリーが目指したあらゆるロボットをヒーローに変える夢の技術、お前なら正しく使いこなせるはずだ、うん、頼んだぞロック。おっと、そうだ、大事なことを忘れていた。ラッシュジェットかな。ちょうどラッシュのメンテナンスが終わったところだ。やった、ラッシュジェットを使えるようにしておいたぞ。ラッシュや、ラッシュジェット解禁。引き続きロックを助けてやってくれ、頼んだぞ。おお、よろしくね。ラッシュジェットは便利だよね。さあ、お、ビート、あ、エディもいる。おお、なるほど。ラッシュ一応受けておくか、チュートリアル。まあわかるけど、うんうんうん。あ、しかも上下起動できるんだ。へえー、ああ、ラッシュジェット丸か、丸ですぐに出せるんだ。おお、なるほど、丸でポーン出して、なんか割と動きが速いからちょっと怖いな。いいんじゃない。ラッシュジェットをゲットしました。さあ半分撃破してきました。残りは4体。どこから行くべきかな。あ、でも今回今までで一番早かったかな。徐々にね、あのクリアタイムを縮められてきてるんですよ。これ切っちゃうよ、そのうち45分切っちゃうよ目標が低いんで。今回この辺でご視聴ありがとうございました。